バッドランズ国立公園の位置バッドランズ国立公園バッドランズ国立公園とはアメリカサウスダコタ州の南西部にある国立公園である。プレーリーと呼ばれる大平原地帯の中にある岩山地帯で約24万4000ウェーカーの広さにある。広大で荒々しい岩山や丘がそびえ立ち、プレーリーの大平原にはバッファローが生息しており、 国立公園の周囲にバッファローギャップ国有草原がある。プレイィードッグ、コヨーテ、プロングホーンなどの野生動物も生息している。バッドランズとは、悪い土地または荒れ地を意味する、数族インディアンの言葉、マコシカを英訳したもので、およそ50万年の歳月をかけて、水と風の侵食作用で出来上がった奇妙な地形には、いくつもの崖や、峡谷のほか そそり立つ戦法、根元が細く削られた岩、そして平坦な岩のテーブルなどこの地域の特徴的な風景が広がっている。生き物が暮らしていくのはほぼ不可能で、ノウウサギの死体を探すヒメコンドルを除けばほとんどいない。1868年の第二次ララミートリデ条約で合衆国はこのバッドランズを含めたミズーリ川勢のダコタ地方を永久に 彼らに与えると条約で保障した。バッドランズは1889年に合衆国に強制没収されたマコシカの岩ゴーストダンスこの国立公園はもともとオグナラスー族インディアンの保留地であり、国立公園の南部サウスユニットにまたがっている。ストロングホールドテーブルの付近はもともとスー族の領土であり、生活の場ではなく儀式の聖地として崇められている。 1868年の第二次ララミートリデ条約で合衆国は数族に対しバッドランズ一帯を永久に数族のものであると保証した。しかし1889年にはこの条約は破られバッドランズは合衆国によって没収され一方的に国立公園に組み入れられたのである。この条約破棄は合衆国最高裁判所によって1980年に 違法判決がされていて、一体は合衆国による公然不法選挙地となっている。この地は19世紀末には白人に追い詰められた数族インディアンたちによって、ゴーストダンスと呼ばれるバッファローや死者の魂を蘇らせる儀式の場として盛んに使われた。1890年に最後のゴーストダンスが行われた後、合衆国によってこの儀式は徹底禁止されたが、 1960年代から始まったインディアンの権利回復運動である、レッドパワー運動によって儀式は復活した。バッドランズは化石の宝庫である。恐竜の化石は見つからないが、3400万年前から2500万年、前の全身魚の化石がたくさん眠っていることで知られており、1846年以来、ジョセフ・ライディー、オスにある、マーシュ、 ファーディント・ヴァンデビーア・ヘイデンといった著名な研究者が、ここで数千点の化石を発見してきている。1939年に、国立記念物に指定され、化石層を守るため1978年に、国立公園に指定された。水族はその神話伝説の中で、ウンクテギラという巨大な怪獣を伝えている。同地で見つかる化石は、水族は、ウンクテギラの体の一部としている。 かつてバッファローを命の糧としたインディアンたちは1992年4月に部族総合野牛共同組合を組織し各地の国立公園で等数規制のために土殺される余剰のバッファローを引き取り彼らの保留地でバッファローの繁殖育成を図るバッファロー牧場を開設した2007年10月にはこの国立公園で 毎年恒例のバッファローの全頭検査が行われ、441頭のバッファローのうち、同地のオグララ数族へ33頭が寄贈された。また、ノースダコタ州のスピリット湖ン数族部族会議に94頭、スタンディングロック数族部族会議に25頭のバッファローが寄贈されている。バッドランズ自然保護区があり、道路整備されている。未開拓で、国テーブル、 ストロングホールドテーブル、シープマウンテンテーブルなどの台地がある。国立公園へのアクセスは、ラピットシティから車で90マイルで行ける。他にノースユニット近くに、ウォールという街もある。有名なポイント。ありがとうございます。